ハリケーン・カトリーナ。ハリケーン・カトリーナは、2005年8月末に、アメリカ合衆国南東部を襲った大型ハリケーン。ハリケーンの強さを表すシンプソンスケールで、最大時で、最高のカテゴリー5、ルイジアナ州上陸時で、カテゴリー3である。時間はすべてアメリカ合衆国、カナダ中部夏、時間、アトックマイナス5である。カリブ海沿岸。 米南部などを中心に被害があり、フロリダ州などで死者が出たが、最上陸後のミシシッピ州、ルイジアナ州での被害が大きい。ミシシッピ州では、ガルフボート、ビロク市といった湾岸都市、ルイジアナ州では、ポンチャートレーン湖に面するニューオーリンズが壊滅的な被害を受けた。ニューオーリンズでは湖及び工業水路の複数箇所で堤防が決壊し、その結果、 市内の陸上面積の8割が水没した。中でもアフリカ系アメリカ人が多く住むローバーナインス、ワード、湖に面した高級住宅街レイクビューの各地区が特に大きな被害を受けた。上陸前から避難命令が出ていたにもかかわらず、死者は防げず、確認された死者は9月1日段階で数百人を超えた。 この中には避難命令を受けた老人ホームの職員が真っ先に逃げ出したために自力で避難できなかった高齢者も少なからず含まれている。またヒューマンライツ・ウォッチの発表によればニューオーリンズの刑務所で監視不在のまま受刑者600人以上が水や食料も与えられず4日間放置され受刑者517人が行方不明になった。後、市の公共サービスは 完全に麻痺し、市の完全封鎖を含む緊急事態宣言が出され、避難中の市民もよそに転出することが決まった。市内で最大の避難所ルイジアーナスーパードームへの避難者はテキサス州アストロドームへ移転する。しかし行政が避難後の対応まで考慮していなかった影響で移転は全く進まず、しかも支援物資の不足により高齢者などの衰弱死が相次いだ。 例えば避難命令の時点では、食料は避難者が持参するものとされていた。また、被災者名簿の作成が追いつかず新たな避難先に移転した際、家族と離れ離れになる被災者が続出している。市内の各地では、廃墟のような街並みが広がり、一帯が水面を流れているといった光景が広がった。避難命令があったものの、移動手段を持たない低所得者が取り残され、 市内の食料品店などで略奪行為が続発したほか、放火とみられる火災も起きている。二日でも避難者の移転作業が続いているが、略奪等により作業が妨げられていると、市警察当局は避難した。市内では他にもレープ、救援車両、医薬品輸送車への襲撃なども行われており、市内は無法地帯と化しているとの情報も流れた。そのため、周辺が、 現地に派遣され治安維持に当たった。約2万8500人が避難しているヒューストンのアストロドーム球場では感染性胃腸炎が集団発生するといった新たな被害が発生した。被災から1週間以上が経過した7日までに感染症で150人が隔離された。また、テキサス州やミシシッピ州に移送された4人がビブリを。 バルニフィカスという細菌に感染し死亡した。救助活動は過酷で、任務に当たった警察官、周辺の中から逃亡や自殺者が出た。お参照、2006年4月18日時点、2004年より中国における需要増大などによって、原油価格の上昇が続いてきたが、ハリケーンカトリーナは、さらなる高騰の要因となった。月末にはバレルたり、 約60ドルだったものが8月30日には一時70ドル超、ウェスト、テキサスインターミディエートを記録した。ガソリン小売価格も全米で高騰する中、特にニューオーリンズからパイプラインで原油の供給を受けていたジョージア州アトランタでは消費者のガソリン不足の不安に便乗する業者も現れ、1ガロンあたり5ドルを超える高値で販売する小売店もあった。 ちなみに1年前の2004年9月上旬におけるアトランタでの平均小売価格は1ガロンあたり1.6ドル程度である。メキシコ湾沿岸はアメリカ合衆国の主要な油田地帯であるがハリケーンの接近で原油産出の中断を余儀なくされた。またハリケーンにより原油生成施設も被害を受け閉鎖に追い込まれた。復旧には数ヶ月かかるという見通しもある。 アメリカ政府エネルギー省は国内のガソリン価格上昇などを受けて戦略備蓄石油を石油会社に貸し出すことを決定した。国際エネルギー機関イアエは日量200万バレルの緊急石油備蓄放出を決め各国に協力を求めた。ニューオーリンズ近辺は米国中部産穀物、小麦、大豆、トウモロコシの集産地である。リサイ直後、 シカゴ穀物先物市場では国内余剰懸念により先物価格が低落傾向にあり日本においては逆に先物価格が上昇するという状況になるなど日本国内の穀物価格の上昇及び物価への悪影響が懸念されたが米国における復旧の進展日本国内における備蓄調整等により影響は限定的なものに留まった模様である ルイジアナ州を中心に、大学など、多数の高等教育機関が被害を受け、復旧の見通しが立たないため、学生の受け入れを当面せず、大学を閉鎖することを表明する学校が多数出た。学生の救済のために、カナダを含む北米の大学は、転学者の受け入れなどを表明している。多くの州立大学では、自習出身者であることを条件にしている。他、 私立学校では、姉妹校であることなどを条件にしている。移動費用などは、大学側が負担するところが多いが、申し込み期限は9月上旬を指定するものが多い。被災地では生存者の救出作業が優先されたため、遺体の収容作業が遅れており、今後薬病の発生が懸念されている。また各地での災害への対応として、アメリカ国土安全保障省連邦、 緊急事態管理庁が対応に当たったほか、米上院では緊急支出を行った。世界各国も支援を表明し、企業、個人などによる義援金の提供も増加し、日系企業なども協力した。市の8割が冠水したニューオーリンズ市民は、強制的に避難所や周辺地域での避難生活を余儀なくされることとなった。車を持たない黒人貧困層は、 市内に取り残され、強盗や殺人が多発して、街は混乱、避難所でも食料不足が起こるなど、救済策は不十分で、これがアメリカかと嘆かれた。ハーバード公衆衛生大学院の調査では、被災者の33%が負傷もしくは健康被害を受けており、被災者の52%がハリケーン用の保険に未加入だった。 政府の対応が遅れたことに対して、ブッシュ大統領自ら認めたが、大統領が休暇中のテキサスの牧場から声明を発表していたことなどもあって政府に対する非難は各方面から紛失した。フロイド、フロイド、1999年では300万人を非難させた連邦緊急事態管理庁 FEMA であるが、元連邦緊急事態管理庁。 FEMA 南部本部長は組織改編による指揮系統の不備と職員の指揮定化指摘している。被害の最もひどかったルイジアナ州では州兵の3分の1をイラクに送り込んでいる。それにより州兵が不足し救助活動や治安維持が遅れたのだとの非難がある。これに対し大統領は被災地支援にもイラクにも十分な兵士がいると反論した。また、 被災した地域の住民の多くはアフリカンアメリカンであり人種差別や貧困といった問題が被害を大きくした要因だとされ政府を批判する発言が相次いだその後住民の不満を抑える意味も含めライス国務長官が出身地でもあるアラバマ州を訪問した9月7日の CNN の調査ではブッシュ大統領の対応を どう評価するかという質問に対して悪いと答えた人が42%で良いと答えた人の35%を上回った。また、その後行われた各機関による世論調査では、ブッシュ政権の支持率が過去最低の40%前後となった。また、被災後の対応は議員の間でも問題視され、超党派の上下両院合同委員会を設置して、 連邦政府や地元自治体の対応の問題点を究明することとなった。さらに、連邦緊急事態管理庁 FEMA のブラウン局長に責任があるとして解任すべきだという意見が高まり現地責任者から外した。しかし、名目上は公鉄ではなく、ワシントンで組織全体の指揮に戻すとしている。災害対応を担った。 国土安全保障省に移籍した22の機関は、物理的にもマニュアル上も分散しており、埋まっていない上級職も多数存在した。これらの機関は、同じ国土安全保障省の機関であるにもかかわらず、組織改編前と変わらず意思疎通がされていなかった。また、国土安全保障省に税務局や入国管理局などを編入したことにより、FBI が国土安全保障省に対して、 対抗意識を持ち、両組織の協力に少なからず影響が出た。現地での直接の支援のほか、被災者のために、作綜する報道や、その他の経路からの情報を整理して、インターネットで公開しようという動きがある。そのうちの一つ、nola-intel.org では24時間体制で作業するため、日本やオーストラリアからもボランティアが参加していた。 サイトは、ミディウッキーを使っており、誰でも編集、参加が可能であった。また安否確認に、フレノドで、インターネットリレーチャットで専用チャンネルが設けられ、情報が交換されている。このほか、アマチュア無線化が、通信手段の確保に貢献している。当初、ブッシュ大統領は、テレビ番組のインタビューで、米国は、自分の面倒は、自分で見られると述べていたが、 その後20カ国以上の支援表明を受け、あらゆる支援を受け入れると表明した。9月8日現在では95カ国、機関が支援を表明しており、その総額は10億ドルに上る。米国は49カ国、機関の支援を受け入れている。また、キューバは翌2006年に行われた第1回 WBC で準優勝し、その賞金を 全額カトリーナ被災地への寄付金とした、明確な金額は報じられていない。詳しくは、WBC のキューバ問題を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。